H 傾向の使用例 H 傾向と I 傾向の一般的な断面傾向とは、あらかじめ H 型、L 型などの一定の断面形状に成形された、在軸方向に長い鋼材の総称である。断面が円形、または角形の中空断面のものは、交換と呼ばれる。主に構造用として、土木、建築用の柱、量、基礎具や機械製品などに使われる。 断面の形によって様々な傾向があり、力学的合理性、使用目的によって使い分けられる。傾向は、熱管での圧縁により作成される重量傾向と薄い鋼板を冷管で折り曲げ加工して作成される軽量傾向の二つに大きく分けられる。単に傾向といったときは重量傾向を指す場合が多い。重量傾向には H 型、I 型、山型、 溝形、Z 型等の種類がある。重量傾向の板厚は V によって異なる。I 傾向や溝傾向のフランジ部の厚さは一応ではなく、内面に外側に向けてテーパーが付けられている。また、出隅のコーナー部にはエッジがあるが、入り隅のコーナー部には R が付けられている。軽量傾向には山型、溝形、Z 型、ハット型等の種類がある。 軽量傾向の板厚は V に関わらず一定であり、コーナー部は R をつけて折り曲げられている。一本の鋼鉄から圧縁された I 傾向の製造方法は、1849年に、ベルギーの鉄鋼会社、フォージズ・デラ・プロビデンスの社員、アルフォンゾ・ハルブによって特許が取られた。H 傾向 H 傾向は、断面が H 形の傾向である。様々なところで使われている。 代表的な傾向である。他の傾向に比べて断面効率が優れている。相場で傾向の価格変動というとき、この傾向は H 傾向のことである。建物や橋梁、船舶などに使われる構造材用と高速道路、建築物、岸壁、橋梁などに使われる規則用がある。水平ロールと垂直ロールを持つ ユニバーサル圧延機によって作られる。H の縦2本の部分をフランジ、横1本の部分をウェーブと呼ぶ。H-200、105.5×8 のように表記される。H 傾向の日本国内生産量は2004年において4516,500トン余りとされている。そのうち東京製鉄約34%。 新日本製鉄約18%、JFE スチール約13%と推計されている。日本で H 蛍光の生産が始まったのは1960年代に入ってからであるが、1968年春光の霞が関ビルで極圧の H 蛍光が大量に使用されて、以降、急速に普及した。H 蛍光の形状、寸法は、 ジス G3192 よびジス A5526 で規格が定められているが、それ以外の寸法のものも、薄肉で軽量のものから極厚のものまで、各メーカーで多くの種類が生産されている。また、後半の溶接で H 型断面に組み立てた鋼材が使用されるケースも多い。I 傾向 I 傾向は、断面が I 形の傾向である。 形状的には H 傾向に近いが、同一サイズでは H 傾向と比べて板厚が厚く、重量、合成ともに大きい。フランジ内面にはテーパーが付けられている。I 型ジョイスと I ビームとも呼ばれる。T 傾向は断面が T 形の傾向である。通常は H 傾向をウェブ中心で2つに切断して作られるため、 CT 傾向あるいはカット T とも呼ばれる。山形鉱旧山形鉱の使用例。部分的に削られて逆さに使われている。山形鉱は断面が L 形に近い傾向で L 字鉱と言われることもある。L の2辺の長さが等しいものを等辺山形鉱等しくないものを不等辺山形鉱と呼ぶ。アングルとも呼ばれる。 辺の長さが40ミリ以下のものは、小型山形弧と呼ばれることがある。H 傾向の次に需要が多い。建設、船舶、機械などに使われる。L-5056 のように表記される。軽量傾向として、K 山形弧がある。また、L 形の上端の部分に丸く、厚みを持たせた玉、山形弧がかつて船舶用に製造され、 昭和初期には鉄道の台車にも用いられていた。形状が単純に平たい帯状の鋼材。フラットバーとも呼ばれる。一端に丸く厚みを持たせた四分音符に似た断面の玉、平型鋼も存在する。溝蛍光鋼蛍光は断面が個形に近い蛍光である。一般に チャンネルと呼ばれる C-155×7.5 のように表記される。また、軽量傾向として、リップ高傾向、傾向傾向がある。リップ高傾向は、断面が C 形に近いため、C チャンネルとも呼ばれる。Z 傾向 Z 傾向は、断面が Z 形に近い傾向である。かつて、日本では、オツ傾向とも呼ばれ。 鉄道車両の側張りなどにも用いられた。また、軽量傾向として、リップ Z 傾向、KZ 傾向がある。鋼や板によるドドメ荒や板の継ぎ目荒や板は、凹凸があり、両端に継手がついている後半である。互い違いに組み合わせて、継手をつなげると、鉄の壁ができる。鋼や板は、途中に埋め込んで、五眼や防波堤、岩壁を作る。 また、掘削士管路などを埋設する際の仮設の土留めとしても使用される。使用が終わった鋼焼板は引き抜くことによって繰り返し使える。鋼焼板には U 型、Z 型、H 型、直線型と後半を,を冷間ロール成形した軽量鋼焼板がある。また、交換に継ぎ手をつけたものを交換焼板と呼ぶ。鉄製品であり、 最終的には塗装されることが多いが、多くの場合無塗装の、いわゆる、圧縁ままの状態で流通している。切断加工などがなされた後、錆止め塗装後に仕上げ塗装で、色がつけられることが多い。建築構造体に使われるものの中には、あらかじめ錆止め塗装を施された状態で、流通しているものもある。亜鉛メッキを施されたものもある。この場合、 加工後の単面処理が必要であるので、加工後に亜鉛ッキする方が効果的な防錆処理ができる。また、橋梁などには表面処理を必要としない対抗成功が使われることもあり、錆色のままで使用されているのが見られる。サイズにもよるが、長さが4メートルから6メートル程度のものであれば、普通トラックで輸送される。小型東辺に山タ港は、 重量にトンブンを一くくりにした長さ5.5メートルのものが多い。長さ12メートルまでのものならば比較的簡単に輸送できるが、それ以上の長さのものは輸送に条件がつくことが多い。ありがとうございます。